この物質の使い方ですが、リン酸酸カルシウムに RHGDF5 を混合します。凍結乾燥処理し、歯周組織再生を促進するために使用します。グラフトを行いました。こちらは術後の写真です。このエリアには骨が添加されています。その後リエントリーすると骨が形成された場所が分かります。 GDF5 の想定されている働きをお見せするために動画をお見せします。骨セラミックと EMD を組み合わせた際の組織標本です。骨セラミックでのプローブの位置を見てください。欠損の側面から骨の治癒が起こっているのが確認できます。創傷から5日目、マテリアルは正常な構造に再構築しました。これが性細胞治療だからです。